南山ですねに着きました。ここから見る夜景がこう重慶の夜景を一望できるっていうことで来ました。まあ結構山の上なんですけど、今からちょっと夜景見に行きたいと思います。あっちにちらっとこう夜景が今見えてるんですけど、で今からちょっとこう階段登って上まで見に行ってきます。さあ着きました。おお、ここが重慶の夜景を一望できる。僕もここちなみに初めてなんですけど、綺麗、めっちゃ綺麗。これは見応えあるな。上飛行機と、今日はちょっと若干霧みたいななってるんですけど、この上が霧っぽくなってますね。これが霧の都、重慶でございます。いや本当重慶は夜景がすごい綺麗で、本当見応えあります。どうですか？超いいこれ、今そういうライバル、DJI とこの Z1、 DJI がまあ一番いいでしょ。これがでも次にいいか。でも DJI を使ってる人に聞いたら Z1 の方がいい。へえ、こっちの方がまあ安いですしね、多分こっちの方が多分安いんちゃうかな。今ちょっとこの先輩が持ってる ジーユンっていう、このなんていうんですかね、スマホをこう安定させる、カメラ撮るときにスマホを安定させるやつ使ってるんですが、めっちゃいいです。これびっくりするぐらい、手ぶれ全然しーひんし、これいいな、欲しいな。ちょっとバジェット不足でございます。費用がね、完全に、これいくらでしたっけ？チーバイクワイ700元、11,000円、2,000円ぐらい。チーバイクワイでしょ、僕はあれ18元で買いましたから300円ぐらいで買いましたしね。いやいいっすね、ここすごい綺麗です。